こんにちは。思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は不登校から高校受験に合格した方法というお話をしていきます。はい、ありがたいことにですね、私自身こういう仕事をしていると日々たくさんの、ね、成果報告をいただくんですね。定期テストが上がりました。不登校が解決しました。スマホ依存が治りました。定期テストが上がった受験に合格したとかね、こういった報告たくさんいただきます。で、今日はその中から、2つですね、子育てに関する報告をいただきました。なのでね、こちらを紹介していきたいと思います。まあ、子育てに関することなので、名前はね、これペンネームになってます。なので、この点だけね、あらかじめご理解いただければと思います。で、この内容をしっかり聞いていただくと、今後ね、お子さんにどのように向き合っていったら子供の未来が明るくなるのかっていうのはね、感覚でわかるようになると思うので、ぜひ、参考にしてみてください。はい、じゃあまず最初にですね、ゲーム依存が解消した報告っていうお話をしていきます。はい、最初の方はですね、これ、太郎さんという方です。すいません、ペンネームですね、太郎さんという方。この方はですね、2020年の3月に、私の思春期の子育てプログラムっていうね、まあ、子育てに、の専用のね、そういったオンラインプログラムがあるんですね。こちらに参加してくださった方です。で、この方のお子さんは、実はもともとね、ゲーム依存にすごく悩んでいたんですね。で、もちろんゲームがひどかったので、勉強を全くしていない状態でした。ただ、現在、どうなっているかというと、実はお子さん自身がね、きちんとやることをちゃんとやってからゲームをするっていうところまで、一気にね、成長することができたんですね。そして、それについてお子さんの表情もものすごく明るくなったそうです。なのでね、今から太郎さんのお母さん、まあ、太郎さんですね、これが何をやってきたのか、どんな子育てをしてきたっていうのを今から紹介していきたいと思います。はい、次に過干渉をやめ一緒にゲームをしたのが理由という話をしていきます。はい、じゃあ何やってきたのか、これね、いただいた感想がありますので、こちら読んでいきたいと思います。我が家の場合、子供が荒れているのではなく、ゲームばかりで全く勉強せず、成績が悪いことに私が悩んで、子育てが苦しくなってしまいました。プログラムに参加することで、私が超過干渉で、古い常識によって自分の正しいと思う方に子供を当てはめようとし、勝手に私が悩み苦しんでいたということが理解できました。私が古い常識から解放されていくことで、私の心は軽くなり、結果として子供の表情はますます明るくなりました。今では親子ともやるべきことをやってからのルールのもと、時々一緒に e スポーツをしています。ということなんですね。で、ここでですね、注目していただきたいことどうかというと、まあ、元々ですね、この太郎さんは、まあ、ゲームイコール悪いことだっていうね、こういう価値観だったんですよね。で、その結果、超過干渉、いわゆる、もう早くゲームやめなさい、早くゲームやめなさいってことをずっと言っちゃってる。そんな状態だったわけです。で、ただここで、お母さん自身がね、価値観を大きく変えたんですね。どのように変えたのかというと、まあ、ゲームは子供と交流するまでよっていうような価値観に変えたわけです。なので、一緒にこうね、ゲームをね、こうしたりとかっていう形をしてたんですね。まあ、その結果どうなるかっていうと、まず、この価値観が変わることで、親の気持ちが楽になりますよね。で、親の気持ちが楽になるとどうなるかっていうと、子供への当たりがすごく柔らかくなるわけです。今までは、ゲームしてるのを見るたびにね、またやってるわ、なんだよ、みたいな感じだったのが、まあ、ゲームしてたら、あ、何やってんのって感じの軽い当たりになるわけです。そうすると、親子関係良くなっていきますよね。で、その結果、子供っていうのは、やっぱ親のことを信頼するようになるので、親が例えばね、じゃあまあそろそろゲームやるのももちろんいいけど、まあ、この課題終わってからゲームやろうかっていうような話をしたときに、うん、わかったって言って、それに素直に従えるようになるわけですね。なので、いきなり子供を強制しようと思っても、これゲームをやめさせるってことはできません。まずはやっぱりね、子供と心をね、やっぱ通じさせるってことが大事なんですね。なので、子供たちの、このね、子供たちが何に興味を持っていて、どんなことが好きなのかっていうのをしっかり理解して、それにお父さんお母さんも、まあ、付き合ってあげる。これをね、ぜひやっていただけると、まあ、ゲーム依存とかもね、解決できるかなと思います。はい、次に、不登校から高校受験に合格した報告という話をしていきます。はい、まあ、今回のね、動画のタイトルにもなっていると思うんですが、次の方はですね、KK さんという方です。この方は2018年の7月に私の思春期の子育てプログラム、こちらの方に参加してくださいました。で、実は当時ですね、お子さんは中3だったんですね。で、中3で、で突然お子さんが学校に行かなくなっちゃったそうです。で、あ、やばいやばい、どうしようってことで僕のこのプログラムに参加してくださったんですね。で、その後どうなったかというと、結局ですね、半年後、7月
に、参加してくださってるね、ちょうど半年後の、冬ですね、になったら、ずっと学校は行かなかったんです。学校は行かなかったんですが、突然、願書の提出日に、もう本当に半年ぶりにですね、家を出ることができたそうです。そして自分で願書を出しに行って、そして見事その高校に、きちんと受験をして合格することができたっていうことですね。そして、ここからが大事なんですが、現在も楽しく通うことができてるってそうなんです。このね、半年間ね、行かなかった。その後、たまたま行くことできる子はたくさんいます。ただ、その後、続かない子がやっぱ多いんですよね。でも、KK さんのお子さんの場合は、現在も、1年経った現在もですね、楽しく通えているので、これはね、お父さんお母さんがしっかりサポートした結果かなと思います。はい、で、次にですね、愛情バロメーターを上げ、タイミングを待ったことが理由っていうお話をしていきます。じゃあ、なんでお子さんは、きちんとね、この不登校になった状態から志望校に合格することができて、そして現在も通うことができているのかっていうね、理由。これを紐解いていこうと思います。こちらもですね、いただいた感想の一部をね、紹介したいと思います。子供が中3の時、突然不登校となり、毎日親子でもがき、出口の見えない日々に苦しんでおりました。子供の調子に私も上下し、振り回される日々でしたが、道山先生の動画や音声を繰り返し見聞きすることで落ち着くことができました。子供はその後も登校できませんでしたが、少しずつ回復し、一時は通信制高校への進学を考えておりましたが、本人の強い希望もあり、願書提出日と受験日だけ半年以上ぶりに外出し、受験をし、全日制高校に合格することができました。現在も楽しく通学することができています。っていうような、ことなんですね。で、この中から僕がね、大事だなと思ったポイント、何かというと、まず親の気持ちを落ち着かせたってことですね。これお子さんが不登校とか問題行動を起こしちゃうとね、結構やってしまいがちなミスなんですが、お父さんお母さんがもうパニックになっちゃうんですよね。で、どうしようどうしよう、このままだと受験も失敗するし、もうやばいやばいやばいどうしようってなるとどうなるか。これですね、その焦りが子供に伝わって、見えないプレッシャーになっちゃう。ね。その結果、愛情バロメーターが上がらなくて、子供たちは、ずっと、不登校状態になってしまうというわけなんです。で、このね、KK さんという方はね、僕の音声を聞くなどして、まず自分自身が落ち着いたわけです。で、別に、不登校だからといってね、人生別に終わるわけじゃないので、子供にね、落ち着いてこう、接するようにしてあげたんですね。するとどうなるか。これね、愛情バロメーターがぐーんと上がってくるんですね。なので、回復したっていうのは、要するに子供たちも心が楽になってきて、行動できるようになってきたわけです。で、行動できるようになるまでの期間っていうのはね、人によって差があります。ただ、この経験さんのお子さんの場合は、そこから半年ぐらいでちょっと我慢して、この体力回復、気持ちの回復だけに努めたわけですね。で、そうすると、ちょうどそのタイミングで、この願書のね、出すっていう日が来たわけです。で、ここまでずっとこのね、エネルギーが溜まってきているので、ここでね、さあ行こうってなった時に子供は、よし、頑張ろうって家を出られるわけですね。で、ちょうどいいタイミング、つまりこのね、高校から再スタートを切ろうっていうようなね、そんな形で持っていったので、じゃあ今までね、こう、すっかりエネルギーが溜まってきているので、高校から頑張ることができたわけです。なので、このね、お父さんお母さんがしっかり落ち着いたってことに加えて、この子供が行けるタイミングを待ってあげた。これも実は、この不登校を解決する上ですごく大事なんですね。なので、ぜひね、お子さんが今、不登校とかで悩んでいる場合は、こういったね、お子さんのタイミングを待ってあげるとか、お父さん、お母さんも落ち着いてあげる。この辺もね、ぜひ意識していただければと思います。はい、ということで、本日はいただいた成果報告を、二人紹介しました。この方たちがね、やってくださった、僕のね、この思春期の子育て法っていうのはね、現在無料で、学ぶことができます。この動画の右上からね、思春期の子育て講座っていうのはね、詳細チェックできますので、もしまだ読まれていなかったら、まずはこちらの講座ね、一度読んで、思春期の子育て法をマスターしていただければと思います。